どうも、トラです。ということで、今日はですね、11月の、えー、コンディショナーということで、毎月ね、えー、やってるんですけども、今月もまあ、選ぶのは悩、えー、め回してというのも,もう使いにくいのがね、やっぱどうしても多かったりとか、えー、するので、その中からね、なんかこう、わかりやすいものとかをこうピックしてたりとかもするんですけどあの、最後まで紹介できなかったのでまたね、最近おしゃれだなと思った人とかをピックして紹介していこうとは思ってるんですが、最近はね、急に寒くなったということもあって、えー、やっとこう、秋冬らしくなってきたかなと思うんですが、 えー、またいつも通りですね、最後の方には、えー、販売するアパレルの方も、えー、紹介していこうと思いますので、ぜひ最後まで、ね、見ていただけたらなと思いますということで、いってみよう w h o are y o u w h o are you? Who are you? はい、早速一人目紹介していこうと思います。ヘアバンドシュプリーム、ジャケットがラフシモンズ、ム、え、ジ、ー、が、えー、クロムロンティ、えー、パンツがラウル、ラウルってなんだろう、ソックスのオーブランド、スニーカースピードトレーナー、ネックレスクロムハーツ、カルケースバレンシアイカということで。 ーードケースバレンシアかあー、ネックレスみたいにしてるやつか。えーまあ、見ていこうと思うんですけども、まあ、僕の動画を長く見てる人はわかると思うんですけど、あのお気づきになると思いますが、なんか2015年ぐらいで止まってるような印象ですね。いまいちこのブランドの統一感というか、雰囲気もよくわかんないですし、ベルトのところもなんかオフファイトのベルトみたいな感じで、こうバレンシアのスピードトレーナーでっていうと、よりその感じ。 あとシルエットとかもそうですよね。なんかそれをあえて狙ってるってうよりは、もうなんかそのまま止まってるっていうような印象で、例えばその今のバレンシア化っぽいシルエットだったりアイテムを使いつつ、じゃあパーカーがオフホワイトとかってなってくると、あえてこういうアーカイブのアイテムみたいなのを入れて外したのかなみたいなのって、まあ面白いなと思ったりとかするんですけど、この感じ見てるとなんかその当時、戸坂くんがファッションリーダーだった時。 の感じでずっと止まってるみたいなので実際あの他のインスタグラムに載せてるのを見たんですけど本当にその感じあのマウンあなんだっけシュプノースの,あの山のやつあったじゃないですかファーストダンかなんかをサンプリングした青いキリマンジャロみたいなあれのやつにバレンシアガーとかなんか本当にその当時のから変わってないような着方っていうような感じだったので なんか本当ホスト劣,劣化版、まあ、2015年のホストみたいな感じで、まあ、今のやつ全然追ってないのかなっていうような印象でしたねだからわざとその感じをその意識してるっていうよりは、うん、なんか本当にその時が止まったままタイムスリップして送られてきたみたいな感じがするのでもうちょっとなんか今の、あのー、ブランドだったりとか、まあ、そういうなんだろういろんなアーティストだったりとかのファッションを見た方がいいんじゃないかなっていうふうに、えー、思いました。 はい。ということで、次。だいぶ前から送ってくれてるので、えっと、採用してみようかなと思いました、えー。キャップがサブライム、ユニクロ、サングラスがユニクロ、ベストがユーズド、T シャツと、T シャツじゃねえや、えー、なんだろう、オンティセットはゲスうん、パンツもゲスですね。えー、と、シューズがリーボックのバックがマーキャビリックということで、見ていくと、まあ本当ね、まあ3年ぐらい前からずっと送ってくれてたんですけど、 その時よりはだいぶまあ良くはなってるのかなというような印象なんだけど、うんやっぱりこう動画を見てくれてるってこともあって、その間に色を入れるっていうのはできてるんですけど、やっぱその全体のジャンルを考えた時に、やっぱこのキャップが台無しにしてるのかなというふうに思います。うーんまあこう、色的にもね、パンツとこう間離れてこう合わせてバランスをとってるつもりなんだろうけど、 まあ、キャップの色味も合わない。この色味って結構合わせづらいと思うんですよね。で、まあ、メッシュキャップっていうことで、カジュアル感が強くなりすぎるので、まあ、この感じだと、まあ、それこそ、ニット帽とか、ビンニとか、まあ、ハットとかの方が合うかなと思ってて、そうだな、このバッグのグレーの部分を拾って、まあ、僕が作ってるよね、ダメージのニット帽とか、それとまた全然変わってくると思うし、ちょっとこう、アウトオドアイオリンになると、まあ、カーキーとか、 のまあ素材感的にもデニムとか使ってないからデニムのハットかぶるとかなんかそういうところをすると全然また違って見えるんだろうけどうんこのキャップが台無しにしてしまってるような、うん、印象ですねまああとそのパンツとかだとこう,こういう白っぽいベージュとかも使いやすいんだけど どうしてもこう、頭の先端とか靴とかにこういうちょっと色味っていうのは、浮きやすくなる色味なので、まあそういうところを今後まあ気をつけていけば、全然変わってくるのかなっていうような印象ですね。よく聞かれることについて、まあ今年のも紹介しながらやっていこうと思うんですけど、何を基準に選んでるんですかって定期的に聞かれるんですよ、新経質が入ってくると。 まあ、そういう聞く人もあまり多分動画見てないのかなって思うんですけど今回のコーディネート診断で多かったのがデニムジャケットにカーボンバンズっていう組み合わせが多かったのいわゆる、まあ、アメリカ人の定番の合わせ方みたいな感じなんですけどあの夏とかもそうなんだけど無事 T にデニムまあそっちの方が分かりやすいから言いますけどね送られてきておしゃれですかって言われても何も言いようがないじゃん普通じゃん じゃあそこでじゃあ、だってさ、いわばハーパンなのかデニムなのか、あとスニーカーで合わせるかぐらいしか、その選択肢ってこちらのジャンルでない中で、他の人と違っておしゃれに見える方法っていうのは、それこそ小物だったりアクセサリーつけてるとか、無地的デニムだとしても、もうおしゃれに見えたりとか、例えばそのデニムにダメージ加工が入ってるとかっていうので、まあ、差別化するわけじゃん。けど、実際にそういうので送ってくる人がいて、夏の個人診断見てもらったらわかるんですけど、夏でも、 もっとこうした方がいいこうした方がいいよっていうのが多いのっていうのはやっぱそれができてない人が多いからなんですよで今回のまあ秋冬に関してはもちろん夏よりは難しいんですよねまあ、素材感だったりとか重ね着をするんでサイズ感がよりこう細かくなってくるのでんーねえまあ送ってもらったら見てみるとまあ一人の人は本当になんかお父さんみたいっ <laughs> て思っちゃったんですけどまあオンのスニーカーを、えー、履いてるっていうまあただそれだけ普通 もう一人の方はそのインナーにカーディガンだったりシャツを着てまあこう工夫してるのも分かるしそのクラックスのわらびの紐を変えてるっていうのも分かるんだけどそのそういうところまあもう大事だけど、まあ、そういうところではなくてじゃあそのいろんなもう100人同じデニムジャケットにカゴパンツ履いてる人がいてじゃあ誰をおしゃれと思うかっていうともちろん先ほどのねあのアクセサリーも大事なんだけどまあそれはちょっとまた話変わってくるけど そのデニムジャケット自体がちょっと変わったものを選んでるとか、カーボンパンツのシルエットがちょっと独特になってるとかさ、そういう組み合わせは同じでもそういう差別化を図らない限りは、変わんないんですよ。うん。だから、そのコーディネート診断で、あの、もちろんその、あ、全然普通にいいなって思う人も、まあ、いますけど、まあ少ないけどね <laughs>、思う人もいっぱいいるけど、あの、も何も言うことねえなって人もたくさんいるんで、 まそういういい人はなかななかか使わないどっちかっていうとちょっと変な人とかちょっとずれてるなみたいな人をまあうまくピックしてまあいい人をえ1人選んでるっていうのは媒介な感じなんですけどやっぱりいい人っていうのは本当にあの少ないです、はい、っていうのが近の現状で、まあ、送ってくる人も,もうだいぶ一周してもう審議の人ばっかり増えてるってこともあってやっぱり TikTok から流れてきてることもあるんですけど本当あのカオスなのがあの現実ですもうそれは TikTok しか見てないからだと思います ということで最後にいい人紹介して、えー、終わろうかなと思います。サムさん紹介したいと思います。サムさんはね TikTok で8万人ぐらいいる方なんですけども実際に僕と東京でポップアップも一緒にやらせてもらったりとかして、まあ、仲良くさせてもらってるんだけど、まあ、本当にねこう、TikTok 誰かおしゃれな人いますかって聞かれた時とかに、えー、僕はサムさんの名前をあ,のあげるようにしてるし実際に2年ぐらい前から僕 TikTok 始めたけど始める前からねあの目立ってて知ってました。その当時は本当時本に んなんていうのかな GU 着てるやつかスニオタかみたいな感じであんまりこのプロっぽい人っていなかったんですけどサムさんは本当目立ってて先月のこういう診の時に一番最初こうピンクのスマホのセーターか着てる人がいてあの人結構かっこいいのにみたいなの言ってる人いたじゃないですかねあれって結構 TikTok あるあるなんですけど絶対コメントした人 TikTok しか見てない人だと思うんですけどあの派手なもの着てたらかっこいいって言う人いるんですよ それとはまた違うっていうところで、あの、サムさんを紹介しようと思うんですけど、のサムさんはやっぱねこう、細かいところはすごく上手で、派手なんだけど、細かいこう色の締め方だったりとか、うん、統一感っていうのがね、あの、さすがプロっていう感じなので。<laughs> アニスタン少し前の写真を使わせてもらうんですけど、まあ、髪の毛青の時点でも結構合わせづらいんですよ、僕もしたことあるんですけど、でもゴリゴリ他のところで色使ってて、それこそまあパンツが派手なので、えー、上のジャケットとブーツで黒で締めて、 そのジャケットの黒赤をカを稲の T シャツで拾ってでさらにサングラスでっていうあいわゆる間にこう,うまく暗い色を入れてバランスを取るっていうのをしつつ髪の毛だったりとかサングラスとかをこう,うまくこう色を拾って合わせるっていう本当ね真似しようと思ってもできない系なんだけどやっぱりそのセオリーみたいなのはちゃんと。 ししっっかりててるううようなイメージで,で,もそうです、ねえー、髪の毛青なんだけどインナーは赤着てるって、まあ、この時点で僕的にはもう絶対しないような合わせ方なんだけどただその赤のポロシャツなのかシャツにも、えー、とー青系が入っててでそれ以上色入れちゃうと多分ごちゃごちゃしてるから全部黒でまとめてその黒でも素材感レーザーだったりとかを入れてちょっと差別化を図ってるっていうような感じだったりとかサングラスの色も合わせてるっていうねな <laughs> ったりこれとかもそうですね 全体的には黒でまとめてるけどこ真ん中の部分だけ結構色を取り入れてて、えー、緑のこのシャツでインナーまで黒にすると多分重たくなるから白にしてこれあれかなポップアップの時に買ってくるれた僕の T シャツですかねあのオレンジのニューポートの T シャツに、えー、そのシャツのところもリンクしてたりとか髪の毛の青が入ってたりとかインスタグラムとかで見てもらうとわかるんですけどかなり他にも派手な投稿 <laughs> ガラガラの投稿はしてるんだけど全部リンクして うまくままくととととめるととめるこはてたりとかやっぱりその自分の髪の毛と,えと靴の色を合わせたりとかこう端々にやっぱりこう色味を統一するっていうのが服の色味の合わせる時に重要なことだと思うんですけどまあそういうのも多分自然にできてる方だと思うので自分が本当に真似できない系というかしようと思ってもできない人だしなんかこういわゆるそのエースアップロッキーとかさなんか。 真似しようと思ってもできない人っているじゃないですか？まあ、そういう感じに近いのかなと思ってまあ、この前紹介した。とりあえずなんかガラガラ着とャラかっこいいでしょ。みたいなショットは全然違います。よっていうので、今回はえっとサムさんを紹介させていただきました。もう最後のナシマンですけど、えー、僕が作ってるアパレルの、えー、紹介してまあ、終わろうかなと思います。そういう商品紹介していこうと思うんだけど、今回は？ えー、スウェットと最高築のジャケットっていう感じで2つ発売しようと思ってたんですけど最高築がもう遅れちゃって販売できなかったので来月に回して今回は、えー、通常のアイテムだけとなっております。えー、で、えー、前回 えのジップパーカーと最高築の方も今生産が遅れてしまっててえジップパーカーが11月下旬で出ってたのがえ12月の7日からの発送になる予定ですで販売したやつの余りの分を今えっとウェブに出しまして残り9枚ぐらいなんですけどまあ欲しい方はえ買ってもらったらえそのタイミングで送らせてえもらおうかなと思っております、えー、それと最高築の方も12月の頭ぐらいにちょっとずれてしまうのでえそこら辺はね 1一から全部作ってるんで、えー、多少のズレはご了承していただけたらなと思います。あと、えー、前回紹介してなかったんですけどもリベレダスもダウンジャケットが全部もう売れて即売れちゃって今もう残ってるもの、まあ、取り扱わせてるもらってるブランドなんですけど今これフリースのメキシカンパーカーのバナナ柄のやつが残り ML1 個ずつあるぐらいでこれは僕 M サイズ着てるんですけど普段まあ LXL どっちも着れるって人はまあ M サイズ。 えー、まあ、XL うで、タッパも結構あるぐらいの人は L サイズみたいな感じで、一応、スーーも持てんで、そちらの方もよろしくお願いします。まあ、メキパでフリースっていうのもないですし、これ、一番にかなりあったかいので、まあ長い、ないじゃないですか、探しても、意外と、はなのでおすすめなので、まあ、ついでにね、尺的に紹介させていただきました。 はい。ということで、えー、セットを紹介していこうと思います。レイヤードのやつね。えー、去年がこれを作ったので、知ってる人もいると思うんですけど、レイヤードのパーカーとレイヤードのセット。これ、実は同じ生地です。というので、まあ、生地からプリントして作っちゃいました。まあ、いろんなものを見たんですけどあの、リアルツリー柄の生地だったりとかをね、見たんだけど、しっくりくるものがなかったので、まあ、パイル生地で、まあ、もちろん前のやつ見てる人わかると思うんですけど、しっかりとしたオさスがあって、っていうので、もうプリントしちゃおう。というので、これがファーストサンプル。 やつ結構ブラウンが強いんですけど何回かこうやり直しして、えー、作りましたでどんどんこうグレー寄りにしていってこう柄があんまりはっきり分かるとやっぱどうしても合わせにくいので、まあ、このグレーがちょうどいいんじゃないかなっていうところで、えー、リブも同色のグレーにしましてただリブはもっとマニアックなこと言うと、えー、前回同様同じ生地感だとそのこのグレーがなかったので変えてるんですけど、まあ、それだけがちょっと。 あの前回買った人とあちょっと違うかなって思うようなポイントでその他以外のサイズ感だったりとか、えー、全く一緒になってますリアルツリーってその古着とかで買うとサイズ感とかしっくりこないじゃないですかとかパーカーとかも色味もそうだしでやっぱ今っぽい感じでっていうので、まあ、レイヤードを僕も定番でずっと出してますけどリアルツリー、まあ、レイヤードとして作ったセットとなってますので 前回も1万7600円で販売したんですけど、今回も変わらず1万7600円で販売しますので、えー、ぜひね、この機会によろしくお願いします。ただ生産の時期が、一応12月中旬から下旬にしてるけど、まあ早まる場合も、今回に関してはね、あのもう2ヶ月前ぐらいから一応これ生産かけて作ってるはずなので、早まるかもしれないし、もしかしたら、まだわかんないですけどね、わかんないけど、まだそれが告知しますけど、 あのジップパーカーと時期的にかぶる場合があるのでその時はね、えー、ともう一つジップパーカーも買ってる人は一緒に送らせてもらえるようになるので、まあ、それだけは一応ご了承してくださいただまあ送れる可能性も込みでの12月下旬中旬から下旬にしてるので、えー、まあ送れたとしても、えー、わおわおわあの言わないでいただきたいなと <laughs> え思っておりますということで今回は、えー、レベルダンスの、えー、新しく入荷したミキーパーのフリースのやつと、えー、今回だけになってしまうんですけれども えー、来月ね、行けたら韓国、総理行っていこうかなと思ってて、いろいろセレッション見たりとか、まあ、なんかそういうアパレルの人とつながれたらいいなと思ってますので、ぜ、え、ひ、ーまあ、ね、えー、たくさん買ってもらって、トラニキ、韓国の動画を優雅に撮ってきてくださいっていうね、えー、気持ちも込めてよろしくお願いしますということで、今日は動画を終わります。バーバイ